こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。糖尿病による合併症の神経障害のお話です。糖尿病の三大合併症の一つに神経障害があります。これは高血糖が長く続くために毛細血管が障害されたり、大小の動脈の硬化症によって神経が障害を受けるからです。初期の頃は末梢神経系の中の知覚神経が異常を起こします。起こる部位としては血流の悪い足から起こってきます。特に足先が冷たかったり、しびれたり、感覚が鈍くなったり、また反対に足先が熱くなったり、異常に敏感になったりします。加えて筋肉のこむら返りや萎縮なども起こっていれば、まずは糖尿病を疑います。それに糖尿病の神経障害の特徴として、両側に同じ程度起こることが多いので、それも他の疾患と区別する時の目安です。その状態がもっと悪化すると、症状は全身に広がっていきます。眼球を動かす脳神経の障害、物が二重に見えたり、発汗異常、下肢の無汗症と上半身の多汗症、便秘、下痢、陰補、膀胱機能障害などの自律神経の障害が出てきます。血糖値の高い方は足の症状には要注意です。